お笑い芸人のパーマ大佐30が8か自身の x 旧 t w i t t e r を更新パリオリンピック五輪卓球の男子団体準決勝でスウェーデンと大接戦の末に2対3で逆転負けした日本張本智和戸上俊介篠塚宏人について試験を記した写真卓球詳しすぎる芸人が綴った重いテレビ朝日系 ハトリしんモーニングショーに解説者として出演するなど、卓球に詳しすぎることで話題のパーマ大佐は、卓球の団体戦は先に2連勝したチームがその後大逆転で負けるというのがしばしば起こりますと指摘。敗れた日本人選手を批判するのではなく、勝利したスウェーデン選手を称えていただけると一卓球ファンとして嬉しく思いますと呼びかけた。また、 泣いても笑っても次の3位決定戦で終わりですと、3大会連続のメダル獲得がかかる次戦へ向け、日本からエールを送った。全文男子団体準決勝、大激戦の末にスウェーデンが勝利しました。卓球の団体戦は先に2連勝したチームがその後大逆転で負けるというのがしばしば起こります。今回はそれが起こってしまいました。2点取りした選手が両チームともいない。 全員が一生一敗のまさに大激戦でした。世界6位の強豪ダブルスに富樫のペアが勝利し、シングルス銀メダリストにエースの張本選手が勝利してからの第3試合以降、勝敗が拮抗している選手同士のマッチアップが続きました。アウェーな空気の中実力が拮抗している相手に五輪の舞台で向かって来られるというのは、我々には想像もできないような精神的なダメージがあったと思います。 敗れた日本人選手を批判するのではなく、勝利したスウェーデン選手を称えていただけると一卓球ファンとして嬉しく思います。そしてまだ終わったわけではありません。泣いても笑っても次の3位決定戦で終わりです。選手の皆さんが五輪の舞台を楽しんで、思い切ったプレーができるように、日本からエールを送りましょう。そして女子団体の応援も引き続きよろしくお願いします。